どうも、菅原大地です。横浜ハンズゴルフクラブからお送りしております。ということで、今回は、まずはですね、明日、この動画の翌日から、第23回ですかね、ティーチングプロ選手権大会ゴルフパートナーカップが開催されます。今年、一応ジンクスとしては、予選敗退の予定の年でしたが、なんとか予選を通過することができて、本戦決勝に、進んでですね、明日から2日間、21日木曜日、22日金曜日と戦ってまいります。これはですね、毎年出場している試合で、まあ、決勝には行けたり、行けなかったりという形で、今年で何回目でしょう。決勝に行くのは、5回目くらいになりますかね、挑戦としては。去年は40位くらいでした。で、まあ優勝するとですね、1名だけなんですが、優勝すると来年の日本プロゴルフ選手権に出れる、レギュラートーナメントに出れるということで、おそらく多くの出場参加者が、その日本プロ出場を夢見て、こう戦っていく、そんな試合なんですが、まあ私もですね、出させていただくからには優勝を目指して頑張ろうというところで、今年はですね、本当に今までにないくらいいい状態で、ゴルフの状態ですね、仕上がって迎えると思っております。直前でそうですね、いろんなご縁がありまして、ちょっと今ドライバーがシャフトをねちょっとこう変わって、直前で変えるのはちょっと賭けではあるんですけど、ただ今の自分にとって一番いい状態なのかなっていうところで、シャフトも変わり、そして、先週は矢野東プロともですね、ちょっとコラボをさせていただいて、その際に自分の本当に一番悪い部分がたくさん出て、矢野東プロにいろいろレッスンをねしていただいて、その効果もありですね、アイアンショット、ドライバーショット、今非常にいい状態で、まあ自分の中では打ててるということで。で、この間の練習ラウンドでもですね、福島県の矢吹ゴルフクラブというところが会場になるんですが、まあ、いいスコア、いいイメージで回れたので、自分にとってはティーショット、まあ曲がらなければ、毎回ミドルのホールはショートアイアンで打てるので、まあバーディーチャンスつく回数も多くなるんじゃないかなと。で、パー5は半分以上は多分2オン可能なパー5だと思いますので、スコアもねちょっと伸ばしていきやすいんじゃないかなという相性も自分にとっては今のところいいと感じております。で、ここ最近のラウンドだと、この間行ったプライベートのラウンドでは本当にいつぶりかってくらいバックティーから60台も出ましたし、スコアも本当に最近オーバーパーほとんど打たなくなってきましたので、非常にいい状態で、上位を目指して、そしてまあ優勝を狙えるんじゃないかなと思っております。まあね、優勝、まあ、できると信じて、臨んでいきますし、どういうモチベーションでいくのがね、こうちょっと正解かってちょっとわからないんですけど、ね、私が優勝なんか言葉にすれば、出場選手の中にお前より俺の方がうまいわって思ってるね、ツッコミ入れてる方多いと思うんですけど、2日間競技なので、まあ、そこはですね、まあ、実力ももちろん必要なんですが、やはり2日間競技っていうのは、まあ、運とか勢いとか、まあ、そういったこう実力だけじゃないものでも勝てる可能性があるのかなというふうに思っております。これが4日間とかになると、私も多分実力差が出てきてですね、やっぱ上手い選手たくさんいますから、まあ、そうなってくると厳しい、長くなればなるほど厳しいんですけど、2日間だったら私にもやっぱ十分チャンスがあるかなと思っておりますので、金曜日22日の金曜日最終日はゴルフネット TV というですね、チャンネルなんですかね、 YouTube、 おそらく PGA のホームページからですね、ティーチングプロ選手権と検索していただければ専用サイトがおそらく出てくると思いますので、朝から生中継やってると思います。朝から最後のホールアウトまでずっと一日中ネット中継をしているする予定なので、お時間ある方はですね、ちょっとチェックしていただいて、ぜひティーショットとかほとんど多分映ると思いますので、アウトコースのスタートの人は全員映ると思うので、私も
なるべく上位いい位置にいて打つように頑張りますので、打った際は応援していただければと思います。まあそんなこんなで、自分にとって、毎年目標にしている自分のゴルフの技術向上は唯一、このために頑張っていると言っても過言ではない。まあその先に、レギュラートーナメントをいつか出てみたいという夢を抱きながら、まあ練習上達を目指してやってるんですが、本当にこの試合のために毎年いろいろこうやってるといった、そういった思い入れの深い試合大会でございます。まあ今年は競技それしか出てなくてですね、毎年他に神奈川県の試合とかちっちゃい試合は出てたんですけども、今年はちょっとなかなかタイミングが合わずにですね、このティッチングプロ選手権の、競技だけしか出てないので、まあなかなかそのなんていうんですかね、一発勝負の中で緊張せずにやるっていうのはちょっと難しいのかなとは思ってるんですが、まあ今の状況でいけば本当にトップ10には入れるんじゃないかなと思っています。ただ思ってるだけじゃ実際にゴルフはうまくいきませんので、当日開けてみないと本当にわからないと、試合では本当に何が起こるかわからないという散々痛い目にあってですね、散々恐ろしい経験をしてまいりましたので、まあこんなこと言ってますけど本当に最下位だったら笑ってくださいという感じなんですけども、まあやるからには本当に気合十分、ただ気負わずにね、落ち着いてプレーができるようにもちろんいろいろ準備をしてこれからやりたいと思います。ということで、お知らせになりますが、11月の23日祝日火曜日です。11月23日火曜日祝日です。福岡県でレッスン会をやります。ザ・クラシックカントリークラブ、違う、ザ・クラシックゴルフクラブです。はい、23日の火曜日11月です。レッスン会を行いますので、一度ですねちょっと9月頃に計画をしたんですが、コロナのですね、緊急事態宣言によりちょっと募集をすぐに開始したんですが、やめとこうというところで、中止になったのがこの11月23日にちょっと変わったということで、オンラインサロンの方で先行募集はさせていただいております。で、 YouTube ご覧になった方、レッスン受けていただける方、ご希望される方は、メールアドレスの方説明欄の方に貼ってありますので、そちらから、ご応募お問い合わせの方お待ちしております。はい、どうぞよろしくお願いします。おそらく人数、募集人数は4組くらいですね。4組で、最大 14、5 名だと思います。午前中練習場で練習をする、午後は、コースに出て9ホールの、まあコースレッスン、まあコースレッスンといっても私は、1組につき2、3ホールずつくらい一緒に、ラウンドさせていただきながらアドバイスさせていただくといった、そんな予定でおります。ぜひご興味ある方はレッスン会の方を募集していただければと思います。後ろで愛理ちゃんがね頑張ってます。さっき練習課題をちょっと与えたので、ひたすらドライバー練習も頑張ってもらってるんですが、今募集中のですねイベントに関しましては、100切りを目指すシニアの方募集をしておりますので、もしご覧になった方で、そのような方いらっしゃいましたら、応募フォームの方説明欄の方にありますのでチェックしていただければと思います。100切りをしたことがない、シニアゴルファーの方、100切りチャレンジ、3ヶ月で100一緒に切りましょうという、企画になっております。まあ、今回の動画はですね、ティーチングプロ選手権、明日から行ってきますということで、やるからには本当に優勝を目指して今のね、自分の実力試し、それがうまくできればいいところに行けるんじゃないかと思っておりますので、楽しみに、そして金曜日配信の方をぜひご覧になっていただければと思います。私が映らないかもしれませんが、こうレッスンプロの、ね、方々いっぱい頑張ってますので、120名出場してますので、その中で私もなんとか優勝できるようにやるからには全力を尽くしたいと思います。明日からも引き続き、報告の方させていただきますのでよろしくお願いします。ご覧いただきましてありがとうございました。行ってきます。